現地9月30日にベルギー・アントワープで開幕した世界体操2023。初日に実施された男子個人総合予選で、日本からは橋本大輝、萱和馬、千葉健太の3人が出場した。2連覇が有力視されている橋本は、得意の跳馬でミスをしたことで得点を伸ばせず、85.432点で3位につけた。エースが苦戦する中、 2017年の全日本選手権でレジェンド内村公平を破ったことで知られる千葉が85.799で1位、東京五輪代表の賀谷が85.598で2位と橋本を上回ったのだ。茅谷と橋本の差はわずか0.367点。各国最大2名までが決勝進出できる。ただし、その国の中で交代可能、というルールにのっとり、2位と3位を入れ替え、 決勝は千葉と橋本の2人に託すことを日本体操協会が競技後に発表した。個人総合予選に3名を出場させると決めた時点で、選手とコーチ陣でミーティングを行い、橋本選手については前年の個人総合優勝という実績を踏まえ、予選結果にかかわらず決勝に出場させる旨を確認しました。 橋本選手を除いた上位1名を決勝進出させるという共通認識を持って予選に臨みました。この異例の対応に SNS などでは疑問視する声も多い。そんな中、2008年北京五輪団体で銀メダル獲得に貢献した坂本幸輝さんは X、旧ツイッター、で最初から決まっていて選手たちも理解していた。 なら問題ないでしょう、とした上で、僕の場合は予選が終わったその日に知らされたけど。わら、と真事実を明かした。実は、坂本さんは北京五輪の個人総合の予選で内村康平さんに次ぐ日本人2番手の5位だったのだ。だが決勝は日本人3番手ながら、実績のある富田博之さんが代わりに出場したのだ。これには、 体操やってて一番報われなかったのはあの瞬間でしたね、と振り返り、でもあの出来事のおかげで引退後の人生頑張れた。考え方次第で人はいい方向に変われます、とコメントしている。